オツ法寺は、新潟県体内市オツにある新言州地山派の寺院。猿供養寺、オツ寺とも呼ばれる。境内には、国の重要文化財である、三重塔や、大日堂、本坊、法条殿、六角堂、弁天堂、観音堂、地蔵堂が立つ。新潟県屈指の古寺で、釈迦の左目を収めたと伝える、斜里塔など、寺にまつわる伝説や逸話が多く残されている。 宝物殿には多くの文化財を収蔵、展示している。辞伝によれば、天平八年に聖武天皇の直眼により、行基菩薩、バラモン僧正らが北陸一帯の安納を祈り解散したと伝えられる。バラモン僧正が釈迦の左目を現在の六角堂のあたりに収めたとされる。寺の演技によると、右目は、 中国の工事に収めたことから、左目を収めた当時の名前を、おつじとし、後に、宝の文字が付け加えられ、おつ宝字になった。また、根尺物語や、古今著文集に見える、社経猿の説話にちなんで、猿供養字とも呼ばれる。室町時代後期には、上杉氏が、治療三百国を寄進し、保護の手を加え、近世初期には、村上上主 村上義明の経が扱った。重要文化財の三重党は村上氏の寄進によるもので、観音堂前には村上家の墓がありじと村上氏の関係が伺える。当時は達中寺院が数多くあり、明治時代以降はそれぞれの寺院が独立し、平成になってからでも残っている元達中寺院には、地福院、光津院、和光院がある。かつての住職には、 新言州地山派、第47代化修が教助僧正がおり、現代の新言州地山派の生命の石を作った。おつ宝地見えと他に、旧国宝の木造大日如来座像、木造阿弥陀如来座像、木造薬師如来座像があったが、昭和12年に火災で消失した。平安時代には空海が巡尺中に立ち寄った場所と言われており、 空海が落つだから寺境内の地面を仏具の特古書でつくと水が湧き出したという伝説がある。名前は特古でついた水、特古水が次第に生まってドッコン水と呼ばれるようになり、その水は約1200年経った現代でも境内に豊富に湧き出ている。この水は飯出連邦の伏流水で体内使用周辺で広く水道水の代わりとして利用している。 どっこん水に関するカテゴリー、ありがとうございます。